始まりました原用車チャンネル、解説いただくのはもっと自分の街を知ろう、会長の浦部昇先生です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生、久しぶりに新装刊が出たということで、例年から見た近代日本、今お手元にございますが、こちらの、このタイミングで出されたきっかけ、お話しいただけますか。この新装版で、この例年から見た近代日本っていうのは、今から13年前に出た本なんですね。で、13年前に出たんですが、もう在庫がなくなってしまったというのと、それでも版元とか直接私の方にですね、読みたいんだけどどうしたらいいんですかっていう、こう意見がこう来たもんですから、さてどうしましょうということで、ずっと版元とですね、1年以上前からずっと話をしてたんです。で、今回もじゃ あの新しく、想定を変えてですね、裏には高輪先生の像も入ってますけど、それ入れて新しく新装版という形で、でまた13年前ですんでね、その時と今とまた状況が変わってる部分もあるので、そういう時系列のチェックをやって書き直して、そして出したというのがこの新しい新装版の霊園から見た近代日本です。目玉は何かありますか。やっぱりこれはですね、ちょうどその13年前って言ったら東日本大震災の時なんですね。で、東日本大震災、私もちょうど大きな揺れが来た時は、半蔵門 の新宿通りに面したビルの8階にいましたんで、これはとんでもないことが起きたっていうのはもう体験してるんですよね。で、その時にこの本が出て、最初の本が出て、もう世の中はもう全部被災地の方に目が向いてるんですよね。もう本当、もうそれはもう当然だと思いますね。今日は何人身元が分かったとかですね、あと見つかってない人が何万人いらっしゃるとか、なんかそういう数字が出てくるし、それから当時は神奈川県の川崎に私住んでましたけど、もう余震がずっと続くんですよね。で、テレビでももうすぐ信号音で信号テレビでもすぐ鳴るし、携帯電話はもうそのアラームが鳴るわ、それから計画停電とかあったわけですよね。もうそれほど大混雑の中だったから、その本に誰も注目してない状況だったわけですね。それはしょうがないかなって思ってたんですけど、ある時版元の方から電話があって、今度朝日新聞に書評が出ますよって言われて、と思ったんですよ。朝日新聞がって言ったら、朝日新聞の方から連絡がありまして、何月何日の、書評欄出ますからって言うと、信じられなかったんですよ。まさかって思って、っていうのも今まで原用車、この霊園から見た近代日本っていうのも原用車ですね、右翼団体だとかテロリスト団体だとか、なんかいろんなも、マイナスイメージで語られる原用車、これをキーワードに、こう歴史を紐解いていったわけですので、こんなもう出るわけないって、いくらなんでもそんなね書くわけないよって思ってたんです。で、散々原用車関係の本っていうのは、それこそ出版においてもさまざまな言論弾圧を受けてきたわけなんですね。だからそんな出るわけないと思って半信半疑だったんですよ。いくら版元、いや絶対出ますからって言って電話してきても、いやもう寸前のところで新聞の版なんてすぐパッと入れ替えられるのが常ですから、それはもうたらればで聞いておきましょうって言って電話切ったんですね。でもその新聞の朝刊が出るときに近くのコンビニに行って買ってきたんです、で開けたら、あら本当に出たってなったんですよ。あら本当に出てるよと思って、それは
テレビで有名な博覧狂気の荒俣宏さんが書評を書いてくださったんですよ、はいはいはい、うわー本当に荒俣宏さんが書いてくれてる、その大きいんですよね、あのページが、あの書評のページが大きかったんですよ。なるほど。 A4 サイズまでいかないんですけど、まあ、B5 ぐらいの大きさですかね、記事が。結構スペース取ってますね。そうなんですよ。うわこんなにでかく出てると思ってびっくりしたんですよ、うん、本当かなと思って、もう本当信じられなかったですね。朝日新聞が原油車扱う、そうと思ったんですよで、月曜日にその朝日新聞の書評のところですね、荒俣さんが書いてくれたやつをファックスでの知り合いの、玉割仁さんに送ったんです、はいはい、玉割仁さんって言っても誰って思われるかもしれませんけど、三島由紀夫にボディビルをレッスンした玉割仁さんですね。この方と親しかったんで送ったんですね。じゃあすぐ電話かかってきて、よくやったって言って電話かかってきたんですよいやこれ荒俣さんが書いてくださったんでって言って、うん、確かに荒俣さん、うん、いい文章書いてるな、さすがだなって言って、こうで、ああってなんかこう、なんかこう、かみ合わない話がこう来てて、そしたら、玉割さんがですね、君はどうも分かっとらんなって言われて、分かっとらんと、何がでしょうって、どうも、その調子で、どうも君は分かっとらんなって、この新聞記事、このメッセージが分かるかって言われて、分かりませんって言ったら、いいかって言われて、電話の声がでかいんですよ。やっぱり自民党の55年に対しての頃から知ってる方なんで、はい、当然もう戦前の方ですから、戦後日本が負けた後からその後のずっと GHQ の占領政策かなんか全部見てきた人ですから、いいか腐っても朝日だって言って、腐っても朝日だって言うんですよ。いや、そんなって思ったけど、いいか君、朝日はなって新聞コードも取るんだって言うんですよ。うん、新聞コード、そう、朝日がな、新聞に原油車のこと書いたっていうことは、これから以後、新聞やテレビやもう様々なところで原油車のことを出しても何もしょうがないよって、障害が起きないよって言われたんですよ、うんうん、えって言ったら、君の目は節穴かって言われて、よくその新聞記事のところ見てみろって言われて、そしたら原油車の文字大きく出てるんですよ。でかでかと出てるじゃないか原油車って、君この文字が目に入らなかったのかって怒られて、はぁ、と言った。これメッセージだぞ。新聞はな、確かに読むものではあるけども、メッセージとして受け止める文があるんだぞ、新聞は。わかるかって言って、まあ、すごい興奮したを言われてですね、これはメッセージなんだよって。もうこれから原用者のことを表に出しても何の支障もないというメッセージなんだよ。うん、でこれから10年じっと世の中の動き見てみろ、変わるから必ず変わるか変わるって言って、もう断言されたんですよ。もう変わるぞって言われて、そんなもんかなと思ってて、10年経ちましたけど本当変わりましたね本当に変わりましたね。まさかと思いましたもんね。もう当たり前のように新聞でもテレビでも雑誌でも原用車のことが出てくるでしょ、うん、でそれも今まではもうタブー視されたものが全然関係なく出てきて、例えばシンガーソングライターのユーミンが親戚だぞとか、はいね、あんな本が出てきたりとかですね、えー、って感じですよね。もう本当に変わりましたね。だからこの玉割仁さんの予言が本当によく当たったんですよ。そういう思い出のある本ですね。それだけに在庫ゼロの状態がずっと何年も続くっていうのは、うん、なんかこう惜しいなっていう気持ちがあったんで、ね、でもう一回原用車が解禁になった、
まあ、怪奇になったって言ったら、うん、なんかこう、ね、上から降ってるみたいな感じですけど、まあ、そういう一つのもう起源になった本をもう一回やっぱ再刊したいなっていうのがありました。それがもう本当一つの大きなきっかけでしょうかね。いやもうね、視点があの霊園から見た、はい、この著名人、まあ、現役者の社員を訪ね歩くと、この視点が非常に斬新だなと思ってましたね。読んでて読み応えありますよ。そうですか、ありがとうございます。あの皆さんから言われるんですね、ようまあそんな発想ができたねって言われてそんな見方があったのかって言われたんですよ。いや確かにね、いやそこまでかあの考えが至らなかったなって、あのそれはよく言われますね。まあ、しかし東京にあれだけ集中してるっていうのも意外でしたね。そうですね。で、まあ、旧幕府側っていうんですかね、徳川方は谷中霊園になって、うん、でどっちかというと薩長土肥の、うん、新政府側の人たち要人のお墓って青山霊園にあるっていう、なんかこれ対比もまた面白かったんですね。どっちかというとあの谷中霊園には大久保利通を襲撃した島田一郎たちの墓があったりとかですねまあ今度新一万円札になったあの渋沢一郎の墓も谷中霊園にはあるんですよね。やっぱり旧幕臣だからあっちなんだろうかって思ったりもしたんですけど、ね、そういう線引きもできるわけですね。まあ、面白いですねちなみに何釣り行かれたんですか。いやもう最初のものだけだった。そうなんですね。はい、一番売ってくれたのが東京 の, あの銀座に京文館というお店があるんですね。はい、本当に銀座 の, あのど真ん中 の, あの一番いいところにある老舗の本屋さんなんですよ。そこが一番よく売ってくれて、はい、日本で一番売ってくれた本屋さんが銀座なんですよね銀座の京文館なんですよ。いやなんかそれも意外ですねそうですね、なんか私がひょっこりとこう行ってご挨拶に行った時にはもうフロアの担当の方がまあよく来ていただきましたって言って、すぐあのお店にこう山平積みしてあるやつをガッと握ってサインしてくださいって言ってえ私がって言ったら、いやあなたが しなくて誰がするんですかって言われて、ああポリポリと思いながら恥ずかしかったんですけどね、こうずっとサインしていいんですかって言ったら、サインしてって言って、いやサインしたのが欲しいっていう人がいっぱいいるんですよって言われて、これあのちょっと奥に取っときますけどって言われてですね、恥ずかしかったですね逆に出版社がどちらでした。原書房っていう、まあ、福岡にあるあの出版社ですね。いや最寄りの書店、アマゾンなんかでも、アマゾンでももう出てますね。出てますか。はい、そうですか。はい、じゃあぜひね皆さんね、ご購読ください。よろしくお願いします。40代の男性からです。はい、南州王西郷隆盛と現役者精神は一致しているように思っていますが、西郷との関わりを教えてくださいというご質問が来てます。はい、よろしくお願いします。もうあの現役者の中でも西郷精神を継承するっていうふうにもうちゃんと歌っておるんですよね。うん、で西郷精神を受け継ぐっていうふうに言ってるんですけども、じゃあどこでどういう接点があったんだっていうことになってくると、まあ一番大きなつながりっていうのは、まあ、まだ幕末の頃福岡藩第11代藩主黒田長広、はい、黒田という名前だからですね、福岡藩の黒田家の人っていうふうにみんな思ってるんですけど、実は名前はご養子さんで来られた殿様だったんですね。でどっからお見えになったかというと薩摩島津家ですよね。で薩摩島津家からご養子さんで入られた黒田長広第11代福岡藩主ですね。でこの人と、一番仲が良かった、薩摩島津家の人が島津成明なんですね。でも立場的に言うと島津成明から言うと黒田長広は
2歳年下の大叔父なんですよね。はい、まあそこはあの、渋沢栄一と一緒で、島津重秀が非常に、周りにたくさんの女性と子供がいたというその関係からなんですね。そういうふうになります。まあ、深くは問うなと怒られそうですけどね。でももうこの、島津斉彬と、黒田長広は、江戸の薩摩藩邸で兄弟のようにして育てられてるんですね。2歳しか違いませんから。で、先に黒田長広が福岡藩の藩主となって御養子さんとして殿様になるんですけども、その後ご存知のように薩摩島津ではおゆら騒動といって、はいはい、誰が次の殿様になるんだといってこう揉めるんですけども、まあ、この時に黒田長広は島津斉彬があの薩摩の殿様にふさわしいといってバックアップするわけですね。まあ、それほどの関係性です。それから島津斉彬も参勤交代の時は当然、自分の兄弟のようにして育った黒田長広がいる福岡藩を通過していくわけですよね。うん、でそのために箱崎にあのお茶屋っていうのがありますけど、あのそういう殿様クラスがあの泊まれる、まあ、旅館みたいなのがあるんですけど、うん、そこに島津斉彬が来るわけですけどもね。そのためにわざわざまた唐津街道も整備し直したりもするぐらいの、そんな深い関係ですよね。うん、そうなってくるとですね、島津斉彬が誰を一番こう可愛がって誰をこう一番こう駒使いしたかっていう、最後は高森ですよね。そう、お使いでやってくるわけですね。うん、まあ、その頃からもうつかず離れずですよね、西郷さんは。で、幕末の頃になると今度は、戊辰戦争が始まって、もう江戸城、旧江戸城ですね、その時はもう千代田城って言ってましたけど、そのお城を官軍側ですよね。で官軍側の総大将が、西郷隆盛として行くんですけども、この時に、城の門番ですね、まあ、福岡藩はあの桜田門とかですね、あの辺りが近かったんですけども、門番として立ってたのがですね、初代現用車社長の平岡幸太郎ですね。でまだ少年兵だったんですけども、うん、門番で立ってた。である時に、これはもう現用車史にも出てますし、もうこれエピソードとして有名ですけど、西郷さんが馬に乗ってトコ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 とこう登場してくるわけですね。でその時にパッと見た瞬間からもう馬に乗った体の大きな人って、ああ西郷さんって分かるんですね。パッと誰もが見て分かるわけですから、黙って通すわけですね。でも平岡幸太郎はそれをしなかったんですね、うん、せずに、西郷さんの乗った馬の鼻で捕まえて追加するわけですね、うん、これもう当然のですよね。 軍においては当たり前のことです。誰もがスルーさせるんですけど、平岡幸太郎がガッと捕まえて名を名乗れと、誰だっていうふうに追加するわけですね。そうすると西郷さんはそれに対して怒らずに、西郷だ高森だって言って名乗って、そして通っていったわけですね。で今度帰り、仕事が終わって今度お城からこう帰ってくるときに、その門番が立ってるところにやってきて、今日私の追加した平和門番は誰だと、たら普通だったら怒られると思いますよね、うんうん、でもあの平岡が出てくると、そういう門番っていうのはとっても大事な仕事だと、あの職務に忠実にやってるわけですからね、それを褒めたわけですね、うん、あの本当にあの大事な仕事だと。でこれがまたもう西郷さんの人たらしですよ。本当にああと思ったら、そんな少年兵がですよ、もう官軍のトップからですね、休みの時にはうちに遊びに来なさいって声と、もう一発ですよね。もう私だってそう思いますよ。こんな偉い人から休みだってうちに遊びに来なさいって、本当かなと思いながらコロッと参りますよね。まあ、そんなあの関係性がまずそこで一つあるわけですね。それからもう明治になったら今度、福岡藩は今度福岡岩殺事件という事件に巻き込まれて、
藩のお取り潰しになるんですけども、うん、その時も西郷さんがもう一生懸命止めるんですよね。そんなねもう藩の取り潰しなんかやめてくれって言って、あの壇上代って、まあ、今でいう検察庁ですね、うん、に対してもうあんだけね戊辰戦争の時頑張ったじゃないかって言って止めてくれるんですね。ですけどその福岡藩の贋殺事件の時には片方は大久保利通だったもんですから、うん、もう許せんって言ってもう突っ走ってしまったもんですから、いかな西郷さんでも止められなかったんですよね。だからそうやってもう、黒田長広という、まあ、薩摩島津家の出身のお殿様のところですからね、ましてや自分の主君である島津成明と非常に関係の深い殿様ですから、そこをお取り潰しっていうのはもううんって思ったでしょうね、うん、まあ、だから西郷さんのことだからそんなにことは多くはなかったと思うんですけど、一生懸命止めたんでしょうけどそれがならなかったっていうのがありますよね、うん、まあ、そういう恩義を福岡藩の武士たちはみんな持ってたんじゃないですかね。それが大きいでしょうね、うん、もうそういう恩義。だから明治10年の西南戦争の時には、まあ、当然平岡幸太郎はですね、西郷先生が立たれかっつってもう殿下の宝刀を持って西郷軍の加勢に行くわけですよね。で福岡は福岡藩で残った人たちが福岡の変って言って西郷先生が立たれたって言ってじゃあって言って援護射撃のじゃないですけど福岡の変っていうまあ、反政府行動を起こしてしまうわけですね、うん、それほどの関係ですね。だからまあ本当に恩義のある西郷先生ということで、うん、関係は深いです。これは遠山先生も同じですか。あ、同じですよね。もう本当に多分萩の辺で牢獄に入ってなかったら遠山みするも多分一体率いて鹿児島に行ってんじゃないですかね。だって今も残ってますけど南州墓地ありますよね、鹿児島の、はいはい、あそこに2人の福岡大使の墓が本当行った時も綺麗な、もう本当行けたばっかりのお花がありましたしね。そのお墓がまたもう嬉しいことに北を向いてるんですよね。鹿児島から行ったら北の福岡の方を向いてお墓建ててあるんですよ。あれ見たらああですよね。何をか言わんやですね。本当に西南戦争の記念館ですか、戦没者の名前がずらっと出てるんですが、その中に武部小四郎さんの名前が出てましたけど、これは何かやはり関係があるんでしょうか。もう福岡の辺ですよね。あ、そうなんですね。まあ、もちろん他の芸能社員の方も出てると思うんですが、はいはい、もうこれはまあそれを言い出したらもう他の、例えば中津だとか他のとこもそうだと思うんですけどね、うん。次の質問です。日露戦争における現役社員の活躍について教えてくださいというご質問です。これは40代の男性です。よろしくお願いします。日露戦争についてはですね、もう根本的に現役社というよりかもうあれはもう日本全体、アジア全体の問題として考えた方がいいと思うんですけどね。ただその中で現役社だけ にフォーカスするんであれば、山田圓次郎でしょうね。外交官の山田圓次郎、はい、中学修館から東京帝大に行って、で外務省に入って、ロンドン、イギリスの、うん、大使代理を務めた山田圓次郎ですね。この人はもうそれこそ狂炉病にかかってる伊藤博文って言ってですね、あんなにもうロシアを怖がってどうするよって、俺殺してやるって言って担当を持ってたんですよ。外交官ですよ。それを聞いた金子健太郎が、お前なって直接にお前閣下と話をしたことあるのかって言った、ありませんって言ったら、じゃあ俺がその場を作るからと
俺がその場を作るから閣下と直接話せって言って、山田炎二郎をもう伊藤の屋敷に送り込むわけですよ、うん、で伊藤は伊藤でですね、やっぱこれ伊藤もすごい腹刺さってるなと思うのは、なんだお前はって、お前は俺を殺そうと言っとるらしいなと、うん、じゃあ見事に俺は死んでやるからって言って日本刀を渡すんですよ。ほう切ってみろってそう言われたら切れるわけないんですよね。でどうしたって感じで、まあまあ、そこがやっぱりもう昔の武士のこう駆け引きですよね、うん、まあ見事ですよね。でその本当のその戦略、国家戦略を直接あの山田二郎は伊藤と話すわけですよね。でその時に、ああここまで考えてるのかっていうことで、恐竜病でも何でもなくて、そのいかにして始まったならばどこでどうやって終わらすとか、どこでどういうふうに補填していくとか、お金の問題とかいっぱいありますからね、そこを全部総合的に考えて時期を見てたわけですね。もう逃げられないっていうのはもう分かってるわけですね。戦わざるを得ない、逃げられない、その時期を見てたのがあの伊藤だったわけですね。だけど外野席関係ないところはもう早うやらんかよほらみたいな感じでもうワイワイ騒いでるわけですね。その一人がまあ山田だったんですが、腹を割って聞いてみたら、ああそういうことかなって、世界戦略がパッと聞いた時、ああってなったわけですね。でそういう山田炎二郎という、うん、まあ現役者出身の外交官がいて、で今度は山田炎二郎は自分の同郷の後輩である広田光輝を、まだ東京帝国大学の学生ですよ、広田で、もう一人平田っているんですね。やっぱり現役社員で中学修業館から東京帝大行った外交がいるんですよ。これそれぞれに偵察に行ってこいって言って、そういうことで広田なんていうのはあのロシア軍の建設中の基地の下見に行ってこいって言われて送り込まれてるんですよ。でその時にあの広田はあの中国人と同じ格好して中国人 の労働者の格好に、紛れて格好してで見てきてるわけです。で帰りの船に乗ってる時にその状況全部レポート作って山田人が「はい」って言って出してるわけです。金子健太郎、金子健太郎で、この人は現役者の社員ではありませんけどね、あの日露戦争始まった時に伊藤博文から命令されて、お前ちょっとアメリカ行ってルーズベルト大統領と交渉してこいという話になるんですね。でこの時の国家戦略というものをですね、アメリカのルーズベルト大統領も金子健太郎も価値観一緒だったんです。でロシアがあの中国をですね併合しようとしてるっていうことはもう意見一致してるんですよ。でロシアが中国を併合してしまったらどうなるかですよね。もう次に朝鮮を併合するなんて簡単なもんですよ。そしたら次どうなるですよね。日本が併合ですよ。ロシアに併合されるんですよ。だからもう国防戦争ですよね。あのその時の国家戦略をどうするかって、もうこれはアメリカの力を借りるしかないっていうことで、で金子はルーズベルト大統領と交渉をして、どうしますって、ロシアが中国を併合してしまったらどうしますって、アメリカは困るんですよ。アメリカはもう帝国主義として、アメリカ帝国主義としては中国のマーケットをロシアにみすみす持っていかれるのはブーブーなんでね。でそれを食い止めるための防波堤が日本なんですよって言ったら、確かに、じゃあどうします、日本応援してくれませんって、うん分かったになったんですよね。国力の違いっていうのは分かってるけど、どこでどう止めるかっていう、どこでちゃんちゃん手を打つかっていう話ですよね、うん、その仲介役をアメリカのルーズベルト大統領がやったわけですね。その下交渉を全部やっていったわけですよね。そういうこう共通認識っていうのが現役者の中に浸透してるわけです。ただむやみにあの戦え戦えって言ってるわけではないんですよね、うん、で例えば、対ロ同志会というのがあって、対ロシアとの戦争をするためのやれっていうその強硬派のグループがあって、
この九州では平岡幸太郎がトップにいたんですけども、うん、だけど彼が、千代町のところにあの時和館という旅館あの水屋がありましたけど、そこで九州大会を開くんですね。でその時に言い出しっぺは、まあ、平岡幸太郎なんですが、その時のあの新聞広告、九州日報に出てる新聞広告を見たら分かるんですが、熊本の指名会ですね、笹智房とか、うん、あの辺りとも連合を組んでるんですよね。それでもう共通認識、日本全国の共通認識を持ってるっていうこともちゃんと分かっておかないといけないなっていうことですね。原用車がなんか一人で旗振りしたみたいな言う人もいるんですが、そうじゃないですよね、うん、あのこれもう日本全国の共通認識です。で、なんでかというとロシアが中国を併合して朝鮮併合して次に日本に来る、だから早く止めないといけないという一つの大きな戦略のもとにやった戦争ですね。このことに対して、原用車はまた満州義軍という義勇軍を満州に送るんですよね。でこれをなんでまた満州にその満州義軍という義勇軍を送るかというと、また一つはもう中国新国、満州族の新国自体がもうガタガタなんで、次に新しく孫文の革命政府を起こさないといけない、そのための一つの前哨戦として満州に乗り込んでいたわけですね。でこれはもう日露戦争の機に乗じて、そういう革命をの一段階、日清戦争の次の段階で始めたということですね。革命を成功させるための一つの戦術でもあった、これに原用車が乗ってたっていうことですね、うん、単なる勢いだけでなんとかかんとかっていうよりか、やっぱりもう制汗剤をこう漏らしながら情報をずっと集約して、軍にも提供し、財界にも提供し、政治の世界にも提供しっていう役割をやってたっていうことですね、うん、ただイケイケどんどんでなんかこう言ってるわけじゃないんですよね、うん、そこを考えないといけない、なんかちょっとまずいんじゃないって思いますし、逆に言うと今のロシアもそうですけど、当時のロシアもそうです、まあ、ソ連もそうですけど、必ずリベンジするんですよね、あの国は。やられたらやり返す。だからあの日本が大東亜戦争で負けた、連合軍の中にソ連がいるって言ったら、もう徹底的に潰しにかかってきますよね。リベンジしますよね。福岡陸軍墓地っていうのが福岡市中央区谷にありますけど、うん、はい、あそこにちょっとこう中段の広い広場みたいなのがあるんですが、はいはい、あそこもともとロシア兵の捕虜のお墓があったんです。あ、そうなんですか。それ全部持って帰ってるんですよつまりもう負けた痕跡をなくすんですよ。おお。だから広い広場になってるんだけど、そうですね。でもそのもう一丁上にはドイツ兵の墓なんか残ってますけどね。あ、そうなんですか。だからもう東郷神社のあの戦艦三笠なんて言ったら、うん、もう根畜生ですよ。痕跡を残したくないと、リベンジですよだからもうそういうあの国民性っていうんですか、性質っていうのをちゃんと見極めとかないと、うん、それを受けてそういうことを知らずに、私たちと同じようにこう国際的な、法律ルール、国際法を守った、あの素晴らしい人たちの集団っていうふうに、他国の人もそんなんだって、私たち日本人と同じなんだって考えたら大間違いなんですよね、うん、制度が違いますから。だからもうちゃんとその国その国その国の、あの国民性から何からちゃんと理解して物事を判断しないと大変な間違いを起こすと思います、うん、内田良平と広瀬武雄が非常に仲が良かったなっていう、えって言われますよね。意外ですねそれ。嘘って、あの旅順港閉塞作戦で亡くなった広瀬武雄と、うん、あの内田良平が仲が良かったです、そんなって言われるけど、いや仲いいですよあの二人って。接点があったんですか。報道官中堂でもありますね。そうですか。日清戦争が終わった後、広瀬が清国の北洋艦隊の定縁鎮縁の鎮縁を接収している時に、うん、大きななんか拳銃が一丁出てきて、うん、でそれを露格品で持って帰ってきたんですけど、それを内田が満州シベリアの探索調査行くって言ったら、護身用にって言ってそれを渡してるのが広瀬なんです、うん、それちゃんとこう出てますよ、ちゃんと。それもあの二人はもう本当によくお互い情報交換してますし、日露戦争始まる前なんていうのは、あのロシア軍がどうやって鉄道を敷設してるかっていうこともちゃんと日本軍に報告してるんです。
もう今ってやらないと、これ以上着々とロシア軍は日本を攻めるための軍備増強してるっていうことも全部、そういう情報を全部内田あたりが流してますね。続いての質問です。現用車とのつながりの深い黒竜会、内田良平主催だと思いますが、この黒竜会の当時ですね、どういう活動されていたか、あるいは現用車との関わり、このあたりについて解説をお願いします。やはり、存続した、資料関係を見るといえば惜しいなと思うんで、再興されている方もいらっしゃいますし、この黒竜会については私自身も思いますけど、評価、再評価しないといけないというふうに思ってます、というのも、名前がですね、黒い竜の会ですから、コミンテルスパイの、ハーバート・ノーマン、これ GHQ の調査分析課長ですけど、これスパイなんですよね、これが昭和19年ですから、日本が大東亜戦争を負ける前に論文の中で黒竜会のことをブラックドラゴンソサエティって書いてるんですわざと悪の団体、もうそういう意味でブラックドラゴンってなんか秘密結社のなんか悪い連中の集まりみたいな印象を受ける名前に変えてるんですね、これにごまかされたら大変なんですね。この黒竜会が残してるいろんな文献がありますけど、それ見ていただいたらもう驚くべき経済シンクタンクですよ。統計調査の羅列ですよ。あ、そう、はい、もうようまここまで調べ上げるなっていうぐらい、もう例えば、満州といえば大豆が有名なんですが、この大豆の、絞って大豆油がどれほど取れるとか、その大豆を絞った後の大豆かすが肥料としてどうやって使えるか、どこに使えるかとか、何万トン出来上がったらばこれをどこにどうやって輸出するのかとか、そういう統計調査までずらっと出てるんですよ。どこが秘密結社だっていうのがあるんですよ。もうすごい経済状況を分析した団体ですよ。そしてこれからの経済状況というんですか、金融経済としてどうすればいい、こうすればいいという、そういう、こう、これ経済学者の文化と思うぐらいのものが出てるんですよね。名前だけ、本当に表の名前だけで、えって触っちゃいけないんじゃないっていうのをやめた方がいいですね。開けたらもう、おお、すごい、この超絶分析書って思います。シンクタンク？シンクタンクです。まさに経済シンクタンクです。
いや、イメージ全然違いますね。全然違うんですよ。だからいかに GHQ の、洗脳工作がすごいかということですね。それにいかに日本人がもうそっくりやられてるかということです。もう素晴らしい統計調査ですよ、あれ。ああ、そうなんですか。現状分析から、それと、西南紀伝というその明治になってからの、日本の歴史書を、その政府側というんですか、薩長側ではなく西郷側というんですかね、うん、反政府側の、自由民権運動側から見た歴史書というのがずらっと出てますよね。だから一つだけを見てもしょうがないんですね。勝った側のものを見てもしょうがない、うん、負けた側の中に真実があるんですから、二つを付け合わさないといけないんですよ、うん、なるほど。そういうことをちゃんと残した団体ですよね。これはやっぱり分析、もう一度もう読み直して分析し直すべき内容だと私は思います、うん、ただもう膨大な量ですからね。もう今度お手上げ状態ですよ。もううわーと思います。すごいこれはと思います。なんで日本の学者があれに手をつけないのか、私は不思議でしょうがないですね。字が読めないのかなって、このバカなこと言っちゃいけませんけどね、ぐらいすごいですね。目的が違うんですね。満州シベリアの開発、うん、未開の地を、うん、豊かな土地に変えるためのそういうシンクタンクですから。だから黒竜会の黒竜っていうのは黒竜交渉の黒竜でしょ。あ、そっか。どこにもブラックドラゴンなんか一文字も出てこないんですよね。そうですよね。アムール川のことですもんね。だからもういかに手の込んだ悪意のこもったブラックドラゴンかというのがよく分かろうかと思うんですよね。そのシンクタンクというのはね、びっくりしましたね。だからもう満州シベリアの地にある例えば原生林がありますよね、はいはい、原生林だってあれちゃんと伐採、樹木は伐採して、うん、植林をすることによって土地が生き返っていくわけでしょ、うんうん、そのままほったらかしておいたら枯れていくんですよね、はい、じゃなくてそれはちゃんと切って木材として利用し、そして植林をする、次の世代のために植林をやっていきましょうと、うん、そういうことまで考える、そういう団体ですよね、うん、でここにはどういう資源があるんだ、じゃあこの資源はどういうどれほどの埋蔵量があるんだ、じゃあこれをどうやったら、生産の方に転用できるんだとか、うん、そういうことを分析してるわけですね。で当然その地域地域には民族がいますよね。でこの人たちと融和する、争うんじゃないですよ、融和するにはどうしたらいいんだろうとか、うん、そういうことを考えるわけです、うん、でこういう性質があるよって、ここの民族にはこういう性質があるから、そういうふうに、ことを荒立てて、うん、例えばアメリカ開拓者みたいにインディアンを片っ端から殺すんじゃ、うん、じゃああれじゃ本末転倒ですよね、うん、でもなんか融和できる、でお互いがギブアンドテイクの関係、本当に手を握ってお互いが幸せになるようにしたらどうしたらいいっていうことを考える団体ですよね。内田良平さんのいかつい顔からは全然想像がつかないですね。もう厳しいですもんね、見たらですね、すごいなと思う、毅然としてますもんね。武人の顔してますよね。いや、そうですね。ちょっと誤解されますけどね。いや本当にこのイメージ先行で間違った事実を、間違った認識ですね、認識をつかまされてるなというのは、うん、今日本当に思いました。だって末永みさおとか、孫文とかの集合写真でも、うん、そこに内田良平一緒にいるわけですよね、孫文と一緒にね、うん、でそういう写真があったとしてもどう思うのかなと思うんですよね。うん、普通ね、我々のイメージだと違和感がありますけど、なんかこう本当に表層的なものだけで物事判断してる人が本当に多いですよ ね。本当に黒竜会については、うん、再評価、残されてる文献がたくさんありますからね、あれで再評価すべきでと私は思いますね、うん、でちゃんと構成員、誰が所属してたかっていう、それからその人たちが、どういう履歴の人なのかっていうことも、うん、なんかこう
ないですよね、まとまったものっていうのはですね、うん、研究所っていうのがないですよね、もったいないなと思います。